こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は以前の動画のコメント欄の中でロジャースの激安っぷりが半端じゃないよという声を聞きましたので、今日は本当にそうなのかどうかを実際に確かめるべくやってまいりました。看板は見えないけどね。さあ見えてきました。あれがロジャースさんでございます。建物大きい。マジですごい。189円弁当どうなってんの。どうなってんのこれ。そんなわけで衝撃でした。衝撃のお買い物ができました。まず100均とかでよく見かけるあのお菓子ビスケットとか、それが82円だったかな。そこでまずびっくりしたんですけども、お弁当の安さにびっくりしました。いい感じの公園がありましたね。ここでいいのではないでしょうか。私が買ってきましたのはまずはこちら、お水ですね。クリスタルカイザーと、お弁当はこちらエビフライ弁当189円でございます。見間違いじゃありません。カップ麺の値段と張り間違えたわけでもありません。エビフライ弁当が189円です。ちなみにこちらのクリスタルカイザーも39円です。本当なんです。いただきます。では早速食べていきましょう。内容としましては、結構ご飯びっしりにエビフライが2本、でこれコロッケですかね。でお野菜、キャベツ的なお野菜とソーセージ、きんぴらごぼう、そして付け合わせというラインナップになっております。エビフライが2本あるから1本はオープニング、もう1本はエンディングに食べられるということですね。ちゃんとエビフライだもんね。もちろんですけど、おいしい。もちろん美味しい。自然と顎光るほど美味しいから。エビフライの身自体はこんな感じで入ってますね。まあ衣は厚めな感じしますが、全然エビの美味しさを感じられます。あとね、僕はそこまでそういうの気にならないんですけれども、ソースは多分ついてないですね。だからソースをかけたい場合は自分の家のソースを使うっていうパターンかもしれませんが、全然 OK。 あのね、今ね全然 OK って言いましたが、このキャベツに関してはやっぱりちょっとソース欲しいかなっていう気はしております。これもパリパリしてそうでいいよね。あと形もハイジに似てるよね。でそのこと言うならもうエビの時に言っとけって話だよね。いけたね。このピンクをおかずにすることによってキャベツなんとかいけたね。ではおそらくコロッケもちょっと割っていきましょうかね。あ、やはりコロッケですね。人参もところどころに見えます。コロッケです。ラストデザートエビいきましょう。ごちそうさまでした。というわけで大満足のお弁当でございまして、ロジャースさんすごすぎてビビりました。とここで今日のやめとこのコーナーでございますが、ハーフボイルド探偵さんから、お腹痛いから冷たい牛乳飲む